エラング・アンドルー・ラングは、イギリスの詩人、小説家、評論家、民族学者、民話と妖精物語の収集家としても知られる。セント・アンドルーズ大学には、彼の名を冠したアンドルー・ラング講座がある。スコットランドのセルカークで生まれる。ロレット・コー、エディンバラ・アカデミー、セント・アンドルーズ大学を経て、ベリオール・カレッジで教育を受ける。 1868年に卒業後、オックスフォードのマートンカレッジのフェローとなる。市は、主として、フランスのバラードなどの古詩を学び、ヘレン・オブ・トロイその他の著書がある。民族学では、ミス、リチュアル、アンドレリジョン、歴史的研究には、スコットランドに関するものが多い。また、ギリシア語学者として、テオクリトスの英訳を完成し、他に、ホメロスのイリアス、 オデュッセアーを英訳し古典に数えられる。小説、童話、随筆を合わせると64種となり、その趣味は、神話、伝説、心霊学にわたり、1911年から、心霊現象研究協会の理事を務めている。ロングマン、シ書ロングマン、S マガジンの編集に携わっていたこともあり、多能の,の学者として、世界中に愛読者がいた。ブルー・プラーク、 ロンドンのケンジントン・ザ・プリンセス・ノーバディより、リチャード・ドイルがザ・アラビアン・ナイツ・エンターテインメンツ、ロング・マングリーン・ CEO、ロンドン 1898A ラング、書斎白水社、1996年、P188。夏目漱石、漱石全集第17巻岩波書店、1957年、44P。ウォーターズ、 グラント M, Dictionary of British Artists, Working 1900-1950p59, Review of Volume, Eye of, A History of Scotland from, The Roman Occupation by, Andrew Lang, The Senium, 487-488,https://books.google.com/books, id="UABACOMAGE&", リコグラムイコール PA487 ありがとうございます。